最後に11番ゲート収まりますゲートイン完了スタートしましたースタート1番サルサ・ディオーネ内へと切れ込んでいってやはりサルサ・ディオーネが花を切っていきます2番手以下の体勢ですが2番クリソ・ベリル内側1番のダノン・ファラを並んで 外からじわりと前に上がっていく9番、名ダ打ンです、それから8番、のんこの夢、あとは3番、クイーン・ザ・ヒーロー、11番、ラストマン、そのうちは7番、シュプレノンです、後方ばらけました、6番、クラトリガー、4番、マイエル・キラメキ、最後方、追走5番、名勝大関です、縦長い展開、前は1、2コーナー中間、先手、登板、サルサ・ディオーネリードは1馬身半、2馬身ほど、2番手追走、2番、クリソ・ベリル。 その後ろ1馬新反差3番手が9番の名勝打順です2コーナーから向こう正面その後ろ1馬新判で1番ダノン・ファラオが4番手間が空いて8番のんこの夢並んでいくのは11番ラストマンあとは大きく離れました3番クイーン・ザ・ヒーロー7番シュプレノンそれから6番クラトリガー後方からは4番マイネルきらめき・キラメキ最後方から5番名勝大関です極めて縦長い展開です前は3コーナー 先頭、当番のサルサディオーネ。リードは2馬身から3馬身600の標識を通過。2番手が2番、クリソベリル。1馬身半差。3番手から2番手に迫る9番、メイショウダジンです。3、4コーナー中間から4コーナーカーブ。その後ろ2馬身差で1番、ダノン・ファロー4番手。あとは11番、ラストマン続いて。それから8番、ノンコの夢。4コーナーから直線。 逃げる当番、サルサ・ディオーネリードが2馬身から3馬身手が動いて2番、クリソ・ベリルは2番手前との差が詰め,るか詰められるか9番、名勝打陣が2番手に迫ってくるさらには1番、ダノン・ファロー逃げる当番のサルサ・ディオーネまだリードをキープしている2番でカもつれてきた1番、ダノン・ファロー2番手に上がってくるかクリソ・ベリルさらには9番の名勝打陣しかしこの辺りは2番手争いだ逃げる当番、サルサ・ディオーネ1番、ダノン・ファローを迫ってきたがサルサ・ディオーネ逃げ切ったゴールに逃げのサルサ・ディオーネやりました 勝ったのは当番、サルサ・ディオーネ、矢野孝之騎手。1番のダノン・ファロー、最後追い詰めましたが、2番手まで。3番